んにちは、牛込りみです。今日は私の誕生日なんです。おいしいチョコクロネたくさん食べたいな。この匂いは、チョコクロネや。牛込りちゃん、お誕生日おめでとう。3月23日はポッピーパーティーのベース担当、牛込りりみちゃんのお誕生日です。わーい、おめでとう。はい、今日はですね、牛込りちゃんのお誕生日をお祝いしようと思って、牛込りりみ生誕祭改めチョココロネパーティーをしたいと思います。わーい。ということで、今回はチョココロネを3つ用意してきました。ただ今回ですね、私事になってしまうんですけれども、ただいま絶賛舞台のお稽古中でして、パン屋さんが空いてる時間になかなか買いに行けなくてですね、なので今回はセブンイレブンとローソンとファミリーマートの3つのチョココロネを用意してきたので、これらを食べ比べていきたいと思います。ちなみにですね、上からローソン、セブンイレブン、ファミリーマートです。セブンイレブンとファミリーマートは結構見た目は似てると思うんですけど、ローソンは私の行ったコンビニになかっただけかもしれないんですけど、少なくとも私の行ったところでは、このよく見る形のチョココロネは見かけられなくて、でもその代わりにこれがチョココロネ確か書いてたので、これを買ってきました。ということで、食べ比べていこうと思います。食べようねー、チョココロネパーティースタート。じゃあ最初はこれ、ファミリーマートさんの生チョココロネ。私の行ったところはこの通常よく見かけるタイプのチョココロネしかなかったんですけど、最近ファミリーマートさんはですね、いろんなクリームのいろんな食感のパンを使ったコロネを結構作ってくださってて、ただちょっと私の行ったところにはこの通常バージョンの生チョココロネしかなかったので、これを買ってきました。見た目はこんなよく見る形のパン生地にチョコクリームが入ってる感じですね。セブンのと比べたらこんな感じ。こっちがセブンでこっちがファミマ。ちょっとだけセブンの方が胴が長いかなって感じやな。じゃあ、ファミリーマートのチョココロネ、いただきまーす。ちょっとまだクリームに垂れてて、クリームまで食べます。濃厚。結構この中のチョコが重めのしっかりした甘さになってて、結構パン生地そのもの自体の味が淡白やから、しっかり甘いチョコとバランスよくて美味しい。うん、うん、甘い。美味しいね、牛込めちゃん。うん。はい、じゃあ食べ比べたいので一回置いておきます。はい、続いてセブンイレブンさんの生チョコクリームコロネ。じゃ、乾杯。すごい。想像してた以上に食べ比べたら味が全然違う。え、面白い。なんかさ、もうちょっとこうなんか似通った感じかなって思ってたんですよ。見た目も似てるし、けど全然違う。なんかね、セブンイレブンのチョココロネの方がパンがすごいふわふわなんですよ。食べた瞬間にもうその違いが一目瞭然。一目瞭然、食べる量ですね。まあすぐ違うってわかるほどちょっと待ってんかもしれん今日。なんかほんまにセブンのパンの方がふわふわで、クリームなんですけど見比べたら結構わかるかも。こんな感じ。結構ね、色合いが全然そもそも違うと思うんですけど、セブンイレブンのクリームの方が
甘さが柔らかめというか優しい甘さ。このファミマのクリームはずっしり重たい、しっかり甘いが先行するようなクリームやったんですけど、セブンのチョココルネはちょっと軽やかな甘さというか、舌触りも滑らかやし、スッと馴染むようなそんなチョココルネで全然違う。でもね、どっちも違ってどっちも美味しいわ、これは。はい、最後、ローソンのもっちチョココルネ削りチョコ入りチョコホイップ&ホイップクリーム。これはですね、まず何が違うって、チョココロネじゃなくてチョココルネって書いてあるで、生地がさっきまでのと違って、みんな大好きもちもち食感のもちもちのね、生地のパンの中に削りチョコ入りチョコホイップがこっちです、アンドホイップクリームの2層になってるんですよ。どっちから食べても美味しい。だからチョココロネってよくこう、広い方から食べる、狭い方から食べるみたいなあると思うんですけど、そういうのがない、どっちから食べても美味しいみたいな、2度楽しめる形になってて、これはほんまに完全に変わり種っていう感じですね。いただきます。あ、乾杯。これはやっぱそうですね、もう全然こう普通のチョココロネとはちょっと一味一工夫変えてある感じなので、ほんまに今までとは、これはちょっと比べる対象として難しいんですけど、もちもちの食感のパンがめっちゃ美味しいですね。このパンにもこうチョコレートが織り込まれてるので、美味しいわこれ。はい、生クリームのところまで来たんで、生クリームの方も食べていきます。あ、でもこっちは思ってたより甘さ控えめかもしれん。あ、どうやろうな、チョコクリームさっき食べたから、しかもめっちゃ濃厚なチョココロネ食べた後やから控えめに感じるんかもしれんけど、あ、でも全然しっかり美味しく甘いよね。磨いて最後までしっかり詰まってるから、最後まで楽しめるのがやっぱいいですね。ローソンさんのチョココルネ完食です。でもやっぱりこうやって比べると、特にファミマのチョココルネは甘いかもしれない。ずっしり重たい甘さって感じ。おいしい、牛がめちゃうん、めっちゃおいしい。え、でもこれ私目つぶってチョココルネ食べ比べして、どこのやつか当てれる気がする。それぐらいほんまに全然違う。ファミリーマートの生チョココロネ完食です。じゃあこっちも最後一口いただきます。はい、セブンイレブンの生チョココロネ完食です。ごちそうさまでした。いや、今回3種類コンビニのチョココロネを食べ比べしたんですけど、こんなにも個性が違うかっていうのはね、思ってなかったんで、すごくびっくりしました。今日ね、紹介しきれなかったチョココロネもまだまだたくさんあるので、皆さんぜひ一回食べ比べをほんまにしてみてほしいです。見た目はね、似てても味とか食感とか意外と全然違ったりするので、面白いと思うよ。いやー、でも美味しかったね、牛組ちゃん。改めて牛組ちゃん、お誕生日おめでとう。チョココロネたくさん、めっちゃ幸せよ。でもチョココロネ食べてたら、さやちゃんちのチョココロネも食べたくなってきちゃったな。今年もたくさんチョココロネ食べれるかな。